ポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックス。ということで、皆さんこんにちは、アコウと申します。本日もね、ポケモン不思議のダンジョンやっていきたいかなと思います。次の朝、おはよう。俺実は水五郎になっちゃったんですよ。やっぱり自分の姿、やっぱり水五郎のまんまだ。しかし、なんでポケモンになっちゃったんだろう。わかんねえ。まあ、いいか。そういえば、あのポケモン、白菜って言ったっけ？変な名前だな。確か、一緒に救助隊やるって約束したんだよな。白菜はどうしてるんだろう。ちょっと外出てみようかな。その前にちょっと探索しよう。水回り。これは水五郎のための水って感じだな。白菜そこで寝てたろ？家入れ？あー、しまった！お前家ある？ごめん。おいら、もうワクワクして明け方からここで待ってたんだけど、そしたらつい寝ちゃったよ。おいおいおい。なんとにかく、今日から救助隊開始だ。頑張ろうな。おう。と言っても、まだ仕事ないんだよな。ダメやんけ。あ、ポストに入ってるよ。そうだ、もしかしたらポストの中に。白菜はポストを調べた。ポストには、救助隊スターターセットが入っていた。救助隊スターターセットってなんだ？やっぱりあった！救助隊スターターセットを！救助隊を作ったら必ずもらえるんだ。白菜は救助隊スターターセットを開けてみた。中には救助隊バッジが入っていた。道具箱が入っていた。ポケモンニュースが入っていた。やったー！いろいろ入ってる！まず、救助隊バッジ。救助隊の証なんだ。そして、道具箱。ダンジョンで拾った道具を取っておけるんだ。とりあえず、バタフリーからもらった道具もここに入れておくよ。とても便利だから、冒険に行ったら使おうな。最後に、ポケモンニュース。救助に役立つ情報が書いてあるんだ。ポケモンニュースはポストのところに入れておくから、後で読んでみるといいよ。あと、他にも手紙とかは、ないのかな。白菜はポストを調べた。しかし、ポストは空っぽだった。やっぱり、手紙は入ってないか。救助の依頼があれば、ポストに手紙が来るはずなんだけど、チームを作ったばっかりだから、まだ誰も知らないんだよな。そりゃそうだよな。今から宣伝しなきゃ。お、なんかバサバサ来てるぞ。なんだ？バッサバッサ、ツバッサ。合成の。ペリッ！スコーンって入ったぞ。調べろってことだよな。なんか言いたげだな、お前。ちょっと待って、操作難しい。もしかして、これは、あ、ちょっとポスト調べてみてくれよ。もしかして、救助隊の依頼かも。なあ、読んでみてよ。アコは手紙を読んでみた。ビビビ。君たちのことは、キャタピーちゃんから聞いた。頼む、助けてくれ。コイルがピンチなのだ。洞窟に不思議な電磁波が流れた拍子に。コイルとコイルがくっついてしまったのだって、あ、コイルとして生きていくにも一匹足りないし、このままでは中途半端だ。お願いだ、助けてくれ、ビビビ。コイルの仲間より。どうする？行くかい？まあ、行くしかないっしょ。そう来なくっちゃ。頑張って行こうぜ。レッツゴー！俺水五郎なの未だに納得できないんだけど。俺水五郎なんや。あ、コエルだ。おお、来てくれたか、ビビビ。この洞窟に我々の仲間がいるのだ、ビビビ。仲間は B6 フロアにいるはずだ、助けてくれ、ビビビ。よし、助けに行くぜ。ビビビビビビのネズミ男。さあLボタンで見て回ろう。え、B を押しながら L でダッシュする。あ、そんなことできるんだ。ほんとだ、早い！え、なにそれ？お腹が空いたらリンゴを食べて回復しよう。お腹がゼロになってしまうと行動するために HP が減ってしまう。あ、そういうのあるんだ。B をちょい押ししても、道具箱は開く。ほんとだ、開くね。
お腹はどうやってわかるの？曲がいいな。ステータスでわかるのかな？ステータス。お腹はわからんね。あ、あの95って書いてあるのがお腹かな、もしかして。そうっぽいかも。水鉄砲。尻尾振った。攻撃下がっちゃった。よし、倒した。ほら、ほら。めっちゃ早いんだけど。取れない。おいよ、移動できないか。ナイス、次の道充電。どのかけ効果抜群。よし、じゃあ次の回に行きましょう。先へ進みます。あ、やっぱそうだね、お腹っぽい。88になってる。これはまん、2匹以上の敵と戦う場合は落ち着いて通路に引き返せば1匹ずつ相手することができるぞ。なるほど。ダンジョンでは自分が1回動けば相手も1回動く。いつも順番にターンが回ってくる。逆に言えば自分が動かなければ相手も動かない。なので焦らず慎重に行動しよう。水鉄砲。さあ来た。ナイス、するのうち。その爆弾効果抜群。いいね。マップが見やすくていいね。 R を押しながら L で斜めにまっすぐ歩ける。こうね、こうね。これいいね、便利便利。いけないか。ZL を押しながら ABXY で出したい技が選べると。なるほど。じゃあ体当たり。あ、体当たり食らった。体当たり。よし。それじゃあ、行きましょう。先に進みます。電磁波の洞窟3階。ダンジョンで倒れて冒険に失敗すると思っているお金と道具が全部なくなるから気をつけろ。マジかよ。やるの遅い。あ、やった。ナイス。お、お金取ってくれ。水鉄砲だ。鶴の鞭。ナイス。ほら、何これ、何これ。ダンジョンの中にある不思議な床、上に乗ると下がってしまったステータスが戻るんだ。ただし上がったステータスも戻ってしまうから気をつけよう。あ、なるほど。これはありがたい。だから爆弾。お、効果抜群。レベルアップ。お、6レベルになった。レベルアップした。いや、引っかかれた。泥かけ、泥かけ。よし。で、ここ踏んだら元に戻ると。なるほど。石や針は X メニュー道具箱から道具箱の中身、道具選択、ZL と ZR 同時押しで登録を選べば、ZL と ZR を同時押しして投げられるようになる。なるほど。かわいいんだけど、これ。さて、登録しとくか、一応。道具箱。ドローンの石。これを、登録。これで投げれるようになったのかな？じゃあ、次のフロアで使ってみますか。十字を押すとリーダーを切り替えられる。主人公以外も操作できるんだ。マイナスを押すと遊び方が確認できる。なるほど。ほんとだ、白菜移動できる。白菜お腹空いてねえな、お前。当たった。おお、強いじゃない。ほら、あ、強い。ゴロンの石めっちゃ強いぞ。白菜レベルアップ。7レベルになった。めでたいめでたい。やったー、レベルが上がったよ。白菜は宿り木の種を覚えようとしている。
じゃあ、鶴の向きヘドロ攻撃。ヤドリギの種はどういう効果？相手をヤドリギ状態にする。そのヤドリギ状態が、あ、ZR で調べれるな。ヤドリギ状態。ヤドリギを植え付けられている状態。ヤドリギの種を使ってきた相手に少しずつ HP を吸い取られてしまう。少し立てば元に戻る。なるほど。HP 回復もできるって考えると、持っててもいいかもね。種爆弾がそこそこ強いから、鶴の鞭を忘れて、ヤドリギの種にしよっか。鶴の鞭を忘れて、ヤドリギの種を覚えた。よし。さあ、進めていこう。分かれてるね。下行こっか。あ、階段あったよ。ナイス石？上手上手。玉投げ上手。お金ゲットだぜ。ちょっと強いんだけど、ゴローンの石。さあ、次の階に行きましょう。5階。どんどん奥に潜っていくって感じなんだね。当たった？マジで？お前、うまいな、投げるの。で、L で移動しようかな。お金見つけた。あ、泥かけ。技を繰り出せない状態、麻痺状態。しかも移動速度も下がってしまう。少し立てば元に戻るぞ。ダメージを受けてもたまに元に戻ることがあるぞ。電気タイプのポケモンにはならない。なるほど。麻痺っちゃったか。泥爆弾。本当だ、移動が遅くなってる。ま、置いてくんだけどね、俺。この下には何もないのかな。白菜麻痺から戻った。この奥何かありそう。なかった、何もなかった。いけ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 、白菜いけ、白菜いけおナイスヘドロ攻撃。うまいうまい。あ、お腹減ってきたって。ご飯食べるか。じゃあリンゴ食べる。お、回復した。なるほどね。ほら、よし。ほら、よし。いいね。さあ、行きましょう。先へ進む。到着したか。あ、コイルがくっついてる。お、あそこにいるぞ。助けよう。助けた。アコーは電磁波の洞窟の依頼を見事に成功させた。体が離れた。ビビビ。よかった、よかった。ビビビ。わーい、ビビビ。わーい、ビビビ。よかったな、お前たち。おかげで助かった。ありがとう、ビビビ。大きなリンゴをもらった。オレンの実をもらった。650ポケもらった。結構儲かるね、この仕事。救助隊いいね。今日の救助隊うまくいってよかったな。うん。実はオイラ、救助隊作って初めての仕事だったんで、すごく緊張してたんだ。今日は、疲れたから、もう帰って寝るよ。また明日頑張ろうな。じゃ、おやすみ。おやすみ。バイバイ、白菜。なんだ？続き気になるが、またのお楽しみに。バイバイ